でも別にユージが戦う必要なくない？君はここで待ってればいいじゃん。まったく呪術師は。そう怯えるな。今は機嫌がいい。すいません。変わってんなお前。血のが恐ろしく早い。つくづく忌々しい小僧だ。返り討ちだ。何すんだ。誰だてめえ。カツアゲする気か。買い物の邪魔すんな。バカかお前。は？いや、それで済んでるのが奇跡だよ。じゃない。こいつ何かおかしいと思ったら、重力が全くない。何してんだ。おい。両面宿儺は腕が4本、顔が2つある仮想の騎士。一から説明するね。全部で20本。宿儺は腕が4本あるんだ。宿儺は腕が4本あるんだ。見ての通りこれは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし。超能力か。現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。ま、冗談はさておき。うちではそのうちの6本を保有してる。死後呪物として時代を渡る城をさえ僕らは決して。秘密にしといてくれ。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。俺は埼玉ヒーローだよ。呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。ほら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 。お、いいなそれ。え、マジ？いや、対策ってほどでもないんだけど、ちょうどいい。消化不良だったからな。まっ、いっしょ。それより明日はお出かけだよ。いやー、連れてきてよかった。は？文句があるなら聞いてやる。恨みたきゃ勝手に恨め、このハゲ。そんな簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう話。ああ、そう。ヤッホー！何が起こった？人の話を聞かないやつだな。そうそう、言い忘れたことがあったんだけど、怪人は倒したからまた頑張ってくれ。へえ。いいのかな。お、その後は実戦。重めの任務をいくつかこなしてもらう。基礎とその応用。なんでって言われても。大丈夫でしょ。だって君戦え。